はいどうも、トシボイズチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回お話しさせていただきますのは、続本物の霊能者にお会いしました。前回の僕のパートで、はい、本物の霊能者にお会いしましたという回を配信させていただいて、はい、出会いから見ていただいて、うん、あなたはこういう感じですよみたいな話をしたんですよ。まあ、どんな能力かみたいなことね、うん、そうなんですよね。はい、ね、まあ、簡単に話しますと、うん、まあ、その女性の方っていうのは若い方でね、うん、あのタイトなジーンズにねじ込んでる方なんですよ、うん、でね、はい、若い方で、その方がハイヤーセルフ、要は高次元の存在、ね、はいはい、ね、と会話することができる、うん、人は一人ずつ、人は一つずつ、まあ、ハイヤーセルフを持っていて、自分自身のね、うん、高次元の自分自身を持っていて、うん、その高次元の自分自身に話しかけることができると、うん、あの人こういう人だったよっていう会話を教えてくれるみたいな、うん、もう力の持ち主だよって話したんですよ。そうね、うん、はいはい。そのハイヤーセルフというのは、前世前々世変わらずそこについているから、うん、全て見てきてるから分かりますよって話なんですね。ハイヤーセルフはだから変わらない、ね、うん、変わらないんですね、うん、まあ、そういう話なんですよ、うん、だから前世とかも分かりますよって方なんですけれども、うん、今回はそのまあ霊能者の方がね、うん、どういう人生を歩んできたか今まで、うん、っていう話をさせていただきます。その方の話ね。そうです、はいはい、あと、別の能力を持ってますよっていう話と、あと追加情報が入ったので、はい、その話をさせていただきます、うん、まずなんですけれども、その方ですね、うん、若い頃から全てが見えてたわけじゃないんですよ。ほう、うん、片鱗みたいなのがあってね、うん、学生時代の話なんですけど、うん、人のオーラが見えてたんですって。オーラ、まずは。ほうほうほう。で、だ湯気みたいなものって言ってた。湯気、うん、うん、じゃあ色とかじゃないんだ。じゃないって言ってましたね。湯気みたいなものなんですって、うん。でもそれは自分が精神的にどっか患ってるんじゃないかなっていうのを思ってたんですって。まあ最初はね、うん、そう思うだろうな。まあ普通に人と話すときも湯気出てるけど、別にそれは支障ないし、うん、湯気出てるだけでね、うん。関係ないわって思ったんですけど、ある日、目の前真っ白になったんですって。うん、人のオーラがありすぎて、うん、もう見えなくなっちゃって前がね。あ、うん、これはもう前見て歩けんから病院行った方がええわ、言ってお母さんにごめんと、うん、そのオーラが見えすぎて、うん、目の前真っ白になっちゃってもう歩けないから、うん、私連れて病院行ってくんないかって言って、うん、で病院行くんですよ。なんかおかしいと、うん、まあ脳やらね、いろいろスキャンしてもらったんですけど、どこにも異常なかったんですね。ほう。取り終わった後ぐらいにはもう普通に戻ってたんですって。湯気見えるぐらい。あ、もう戻ったの、うん、目の前にわーっとなってるわけじゃなくって、うんうん、まあ普段の状態に戻ってたみたいな。はいはいはい。なんだこれみたいな気持ちあると思ったんだけれども、うん、これ人に言っても気持ち悪がられるから、うん、もう自分の中でもう押し込んで、うん、もう誰にも言わんようにしようと思ってたんですよ。まあ言わなきゃね、うん、ほんと支障ないからね。それから次立ちまして、うん、去年の話。え、そんな急に飛ぶの、うん、そうなんですよ、うん、2019年の話です、うん、でここちょっと時系列がめちゃくちゃなんで、あの聞いた話を聞いた順番で話していきますね、うん、であんまり多分時系列で差はないはずなんですけど、うん、ある日寝てたんですって、うん、したら夢の中に竜が出るんですって、うん、でっかい竜ですよ、うん、わーっと出てきて、なんやこの竜みたいな、うん、ふっと目覚めたら朝なんですよ、うん、なんだったんだろう今の竜と思ったら、夢じゃないよって聞こえるんですって、うん、え？と思ったらなんかね、言ってたのが思い出みたいに、うん、頭の中でふと目を閉じて、あー、あの時こんなあったなーとかって絵で思い浮かべたりするじゃない、昨日の話とかあったらね、うんうんうん、その感じで竜が出てくるんです、頭の中に、思い出みたいに、うん、で夢じゃないよって言ってくるんですって、うん、そんな話ないだろうと思って、うん、またこれ病気再発したなと思ったんですって。あー、またね、うん、また病気だと思って、うん、それから本読んだりするんですけど、うん、本読んでてもなんかわからないなぁこの文章とかって思ったら、うん、頭の中の何かが教えてくれるんですって、うん、これ丸々だよーって言って、うんうん、と思って、うん、いろいろ喋ったら本当に合ってたみたいな、うん、だから何かわからないことがあったら何かが教えてくれるっていうことまで言ったんですって。でもそれも心の病気だと思ってたんですって、うん、彼女はね。まあもうちょっと不思議だけどね、うん、不思議だけどね、うん、これもう絶対にそうやなと思ったある出来事があって、うん、会ったこともないおじいちゃんおばあちゃんのお葬式に参列したんですよ、うん、でそのおじいちゃんおばあちゃんの家に泊まるんですね、まあ実家ですかね、うん、実家に泊まるんですよ。ほんで風呂入ってて、まあ変なね竜が夢に出てきたりとか、うん、変なね男の声聞こえたりとかしてたけれども、これ、うん、会ったこともないおじいちゃんを今頭の中に呼ぶことはできるのかなと思って、うん、そしたら頭の中でね、おじいちゃん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 って言ったら、うん、はい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 出てくるんですって、うん、えっみたいな、うん、しかも会話できたよ今みたいなね。もうそこまで行ったんだ、うん、そうなんですよ、うんうん、でこれも目をつむってて
か開けてるのか分かんないけれど、思い出みたいに出てくるんですって。ほう。おじいちゃんが目の前にいるわけではなく、多分これも高次元みたいな、うん、別の次元で多分自分のハイヤーセルフが話してるって感じなんですって、うんうん、会話できてると思ってね、うん、おじいちゃんの顔も浮かぶんですよ頭に、うん、こんなおじいちゃん知らないんですよ彼女がね、うん、で普通に話しててこんなんこんなんでこんな思い出があったよみたいな、うん、なんお前のお母さんとはねこんなんこんなんでこんなんなんだよみたいな、ちっちゃいからこんなんでって話聞いて、うん、まあでもこれも病気やと思ったんですよ自分の中で、うん、全部起きてることがね、なんだ病気だよ、信じられなかったんですよ。そんなことが普通の人にできないことは分かってるから自分で生活しててね、うん、まあね、おかしいなと思いながら、そんなことが起きちゃったもんだから、これもうほんま病院いよいよ行かないかなと思ったんですって、うん、知らんおじいと話すって、まあね、もう確かに脳どうかしてるわと思って、なかなかやばそうな、お母さんにちょっともう一回病院連れてってって言うんですよ、うん、お母さんがなんでって言って、うん、学生以来だねみたいな話して、うんうん、実はこんなんでね、おじいちゃんおじいちゃんって呼んだら出てきたのよ頭の中にと、うん、こんなんであなたのお母さん、私からしたら娘はこんなこんな子でねって言ったら、お母さんがボロボロ泣き出すんですって、うん、特徴から、うん、思い出から全部ピッタシ当たってるんですと、うんうん、この時にお母さんが、うん、それ病気じゃないよ能力だよって言ってくれて、初めてその時に気づいたんですって。あれこれマジ能力なんていう。だから、実は、開眼したのって、去年なんですよ。ねえ、そういうことだよね。うん、あの、開眼っていうか、気づいたのね。気づいたのかな。うんうん、まあ、能力に気がついたのかな、うん。うん。こんなこともできるんだっていう。うん、でも自分の中でまだ半信半疑で。まあ、だからどっちかっていうと否定的な、うん、ずっと見方してるよね、自分に対して、うん。そうなんですよ、うん。結構物理とか好きらしくって、うん、信じられなかったんですって。わかるけどね、うん、その気持ちは。科学とか物理とかで、うん、説明できない、話せないものっていうのはやっぱ信じられないじゃない。うん、賢いし。まあ、それそうでしょうね。これはもう無理やろなと思ったけれども、うん、こんなことがあったから。でもまだ自分の中では半信半疑。うん、だからこれ、いろんな人に話して試してみようと思ったんですよ。はいはいはい。だから、仕事場の女の子とかでね、うん、こんなんで、あなたにはこう見える、こんなん言ってるよって、全部当たっていくんですって。うん、あれ？これほんまにすごいことかもなって思うんですって。うん、途中ぐらいからね。わかるよ、うん。あ、これすごい能力だ。うん、で、いろいろ話してるうちに、ある会談師さんに、うん、まあ入って情報が、うん。その方が僕ともう一人の子を呼んで、三人でお話しましょうっていう会が開かれたよまでなんですよ。うん、それがこの間の話ね。うん、この間の会。今年なんですよね。だからほんまに、去年とかからなんですよね。うん。うん、で、まだ、なんか、使いこなせてないのとかありそうだよね。日が、だから浅いんですよね、うん。うん。この間こんな話をしたじゃないですか。まあね。うん、して、まあ前回の話をして、まあ、そしたら、3人行ってたって言ってたんですよ、うん。もう1人とか連絡来たんですよ。うん。あの動画見させていただきましたみたいな。この時に、実はあの時見てもらったじゃないですか、僕もみたいな。うん。こんなですよって言われたけど、実はあの後、ちょっといろいろ的中してるんで、そのお話を、ここで書かせていただきますって DM で送ってくるくらいなんですよ。で、名前も言っていいって言われたんで、ちょっと名前も言わせていただきます。はい。はい。あの、怪談師の方で、キネさんって言うんですよ。キネさん。キに根っこのね。はい。はやさん、こんばんは。逐一報告するのもあれなんで、控えていましたが、うん、YouTube で話されていたので、占い霊視の途中経過を報告します。はいはい。霊視の中で大きく3つ言われていて、うん、ちょっと僕そこをちょっと削っちゃったんですけれども、うんうん、このまま怪談活動をやってた方がいいですかね、うん、って言ってたんですよ、キネさんはね、うん。悩んでた。うん。で、情報はたくさん持ってるけれども、自分が発信者になればいいのかどうかっていうのを相談したんですよ。うん。そしたら、その方が、やった方がいいと思いますよ。そう言ってますよ。あなたのハイヤーセルフはって言ってたんですね。うん。だから、あ、勇気もらったと思って、お話し合ったのを受けてみたんですって。うん。で、怪談いろいろ披露したんですって。うん。それはもともと趣味で止めておこうと思ってたんですけれども、うん、まあそう言われたから会談を始めるんですよ、活動をね。本格的に。うん。うん、イベントに出させていただいたと。うん。それが結構盛り上がって、うん、どっから聞いたんかわからないけれども、彼、うん、結構大きな番組と、うん、大物の会談師の方との有料配信イベントが急に決まるんですよ。うん。うん、まあ本人すごい実力があるのかもしれないけどね。まあね。うんうん、実力はあるのかもしれない、ね。話はすごい持ってるって言ってたけれども、うんうん、持ってるっつっても話したのに、その数回しかないのに、まあね、なかなかオファー来ないよね。もう呼ばれるってわけがわかんないです、うんうん、僕の中でもって言うんですって。うんうん、まあその話と大物怪談師っていうのはちょっと伏せさせていただきますけれども、まあ決まっていると。ほう。うん。でですね、仕事の話もしたんですよ。仕事はうまくいってなくても、会社は悪くないので、うん、違う部署に移動すべきだ。
って言われるんですって、うんうん、会社を変えるんじゃなくて部署を、うん、部署を移動するべきみたいな、うん、その時でも木根さんは信じてなかったんですよ、うん、というのも転職したばかりだから、うん、今転職したばかりのペーペーを、うん、そこでずっとやらすんじゃなくて部署変更っておかしなことを言うなよと思ってて、うんうん、外れてるなーと思ったんだけれども、うん、社長の思いつきのプロジェクトが先月始動して、うん、新人の木根さんも入らないかって誘われてるんですって。こりゃ行った方がいいと、うん、移動になりそうなんですって。新人の木根さんが目つけられて、うん、社長が発案したプロジェクトに入るってありえない話じゃん。まあ、なかなかないよね。入ったばっかりよ、うんうん、でもそれもビッタシ当たってると、うん。これのこと言ってたんだみたいな。うん、で、彼女の話したじゃない。結婚できないよとかって言ってたんですよ。ああ、なんだけれども、はい、今の彼女と結婚する確率は 30% って言われたみたいな。だから、うん、もしあれだったら別れちゃって違う人と付き合った方がいいですよって言われたんですけれど、うん、今のところ、うん、彼女とはうまくやってますって。いや、まあまあ、うん、まあだって 30% あるなら別に、うん、いいでしょう。で、まあ木根さんも前世に関してのことなど細かい部分もいろいろ占ってもらったんですけれども、うん、それも当たっていて本当に驚いてますと、うん、すごい方です、あの方はっていうふうに言ってるんですよ、うんうん、だからもうかなり当てちゃってるんですよね。また3人行って3人それなりに成果はもう出てると。すごいんですよ、うんうん、むちゃくちゃ当ててるんですよ、はいはい、他に能力があるって言ってたじゃない。うん、能力ね。実は遠隔で見ることもできるんですよ。別に目の前にいなくてもいい。名前とか、うん、写真とか分かんないけど、もう名前だけだけだった。俺は聞いたのは前は名前だけでやってたもんね。名前だけで遠隔で見て、なおかつむっちゃビッツ当ててくるんですけど。すごくない？いや、まあまあ本当なのね、うん。名前だけで当ててくるんですよ、うんうん。で、他にもちょっとおかしな話あるんですよ。はいはい。他になんか気になるとこないですかって言うんですよ、部屋の中でね。うん。そしたら、なんかね、目が見えますって言うんですよ。うん、たくさんのね。目ね。うん、目ね。うん、目が見えますよ。どこですか？テレビの周りにね、なんかわかんないけど、たくさんの目が見えるんですよね。うん、あれ、片した方がいいんじゃないですかねって言われて。うん、と思って。テレビの周り目なんて、まあ、ないからね。ないでしょ、うん、で、と思って、いろいろ考えたら、これやと思ったのが、僕ね、うん、テレビがあったら、テレビの周りにね、人形めっちゃ置いてるんですよ。ああ、なんか、今見えますけどね。いろんなやつね。そう。まあ、人形っていうか、仏像とか、そういう系のやつね。まあ、その写真載せますけれども、うん、まあ、いろいろ置いてるんですよ、僕ね。仁王像とか。そう。そうそう。金剛力士像とかいっぱい置いてるんですけど、うん、その目を僕はテレビ側に向けてるんですよ。みんな楽しんでくださいね、つって、テレビ、うん。普通逆だからね。あ、こっち側よね。飾るなら、うん。いや、みんなに見してあげようと思って、テレビ側を向けてるんですよ。痛いのかな。目を片付けてっていうのは、これのことかなと思って。まあね、っていうか、テレビの周りの目で他に思いつくものがないからね、うん、そうそう、あれこれかなと思って、うん、まあ、わかりましたって、うん、一応言うときましたけどね。まあ、うん、いや、これかなと思って、まあそれぐらいしかないよね、うん、思い当たるのが。そうそう、だから、その、まあ、彼も、キネさんも、僕もですけど、うん、それなりに、まあ、自分しかわからないからね、うん、何言われたことって関しては。まあ、お互いプライベートだし。そう。うん、に関しては、結構当てられてることが多くって、うん、ビチッとね、うん、まあ、その体験してみないと話してみないと分かんないっていうのはあるんですけど、うん、僕らの肌感覚で言うと、うん、なんかその話術がすごい巧みとかでもないし、うんうん、なんか雰囲気で持ってかれてるとかでもないし、なるほどね、その彼女がもう直接そこを見て言ってるとしか思えないか、うん、それかそのそれを見た人に聞いてるとしか思えないような正確さ、うん、的確さなんですよ、うん、そうね、そう、その言ってる感じで一番思ったのは、うん、その自分で難しくしてるなってところが面白いなと思ったね。狭めてるんですよ。なんか広めるじゃない。う、ね、うん、ね、ペット飼ってましたよねとかじゃなくて。広げといたところから狭めていくのが、まあ、そうそう、いわゆる占い師でよくやる手法ではあるけどね。もう、ギュンギュンなんですよ。うんうん、これ、なんやこれと思って、うん、僕の中では、俺本物だなまでいかないけど、うん、いろいろあるからね、他にも、うん、例えばレントゲンアイアン僕見てもらったわけでもないですし、うん、遠隔も僕見てもらったわけでもないから、これは信じなくてわからないなんですけど、うん、でもこの少なくとも一個の、ね、少なくともそう、僕らが体験したこれに関しては、うん、もうありがとうございますってなったね。なんか会えて嬉しかったし、今までずっと騙され続けてきたから、うん、あれだもんね、すぐツイートしちゃうぐらいだもんね。そう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 、うん、テンション上がっちゃってね。まあそう、わからなくもないけどね。もう本当に木本さんみたいに、うん、ここ渡ってましたけど、ここは外れてますレベルじゃなくて、僕もう全部外れてきてるんです、今までの霊能者、うんうんうん、
こいつらって思ったのばっかりだったから、うん、その中で出てきたほんま一つの光だったから、うん、今まで本当に信じてきてて、いろんなものを読んで、まあね、裏切られた数が多いからね。そうそうそう、あ、よかったーって思って、うん、でこれと、あの、前世見ますよ、つって、うん、ちょっと3人ぐらい当ててきたやつ、うん、それぐらいですね、僕は。なるほどね。こらすごいなって、久しぶりにウルトラレア来たなって。うん最悪は言い方だけど。キラカード来たーって思いましたよね。SSR が。そう。でもまあ、その、びっくりした。こう、の、その的中率みたいなので言うと、はい、もうじゃあ、もう8割、9割以上いくぐらいの感じ？で他の人が分かんないけど、僕に関しては100やった。で、他の人も、びっくりの仕方、うん、なんで、ええみたいなのも見たりとか、ここでは言えない、限りね、ここでは言えない結構リアルな質問とかしてるのよ。そういうのを見ると、あ、当たってんだな、この人たちっていうのが、なんか普通人前でそれ聞くみたいなとかは、あったんですけど、それも聞いてて、うん、そういうのを見ると、あ、当たってんだ、この人らも、みたいなのは思うね。ここも個人的な感じだけど、うん、50% でも当たってりゃすげえなって思うのよ。わかります、わかります、わかります。でも100って、うん、もうちょっとありえないじゃん。ちょっと気持ち悪いのよ。本人でもわかんないレベルじゃない、うん、で本人を先に電車送って、うん、ほんで僕ら3人だけ残って、うん、ほんで帰りましょうかってやっぱ話話題になるじゃないですか。うん、ほんで、誰彼かわかんないけど、うん、なんか、当たってたなほんで、まあでも共有したいよなそれは。当たってましたよね、うん。だってみんな、ちょっと、最初信じてなくて、みたいな、うん。現れたのがほんまにタイトやったから、うん、タイトジーンズやったから。まあ、見た目がね、これかって感じやね。ほんま最初は、うわ、この子か、思って、うん、ちょっと、なんか、試しましたよね、みんな、みたいな。でもそれ全部当てて、まあね。来られてて、びっくりしませんでした、みたいな、うん。いや、びっくりしましたね、言って、それから一言も話さずに、ね、思い思い。噛み締めるだろうな、電車乗って、家帰りましたよ。うんうん、まあまあ、それはわかるわ、でも、感覚として。そうそう。だからちょっと僕が信じられないものに当たった感じね。見たものと、うん、まあ、キネさんが見たものは違うと思うんで、うん、で、キネさんも自分の名前出してもいいし、うん、そのツイッターもやってるんでね。うん、あ、そうなの。ちょっとわからないことあれば、みたいな感じで、そのツイッターも載せて、よければ載せてくださいって言ってたんで、僕載せますよって言ったんで、ね、そうそう、本人にね。だからもし本当にわからないことだったら、うん、あの、キネさんにも、うん、聞いてもいいよって。聞いてもいいんじゃないかなと思います、うん。僕が見たものとキネさん見たものちょっと違うから、やっぱり。あ、そうね。うん。だから僕の場合は調べてわかるけど、キネさんは絶対わかんないから、売れてないんだから。うん、出てこないんだから、キネさんは。それはちょっと俺にはわからない話ですけど。キネさん当てるってすげえなと思って、俺。思ったもん、その時に。いや、俺当てるのは簡単やん。出したしんだから。簡単よっていうか、それでも難しいけど。まあ、難しいけど、うん、でも当てる方法わかるじゃん。まあ、まあ、聞きゃいいんだから、頑張ればね。キネさんわかんないだって、売れてないんだから。いやいや、見てんでしょ、これ。見てる。よく言えるね、ほんと。キネさん。売れてねー。売れていくんですって、もう、うん。すごい番組決まってるから。どんどん売れていきます、ね、キネさんはね。頑張ってください、キネさん。はい。はい。キネさん、お、エールになっちゃいましたけど、最後。で、本当に素晴らしい方でした。でも僕からはもう紹介できないので、僕に誰ですかって言われても、ね、全く紹介できないし、キネさんも多分本人でないの、繋がってないので、うん、キネさん自身も多分紹介はできないので、うん、ちょっとそれは、紹介してください。ちょっと難しいので申し訳ないんですけれども。あとコメントとかで、こういう風に当ててんじゃないですか、みたいな。ああ。仕掛けとかが分かったら、俺ほんまにすごいって、ね、全部分かるからね。そしたらもう、今までの全部の占いし。うんうん。仕掛けとかも分かったら、ぜひちょっと送ってきてほしい。それは確かに聞きたいわ。聞きたいですよね。占いやってる人とか。そうそう。まあ、占い師でそれ聞くの濃くか。まあ、霊能者とか、ね。まあ、霊能者とかが、うんうん。ねなんかそういう、裏側が分かる方がいらっしゃるの、確かにそれは聞きたい。僕はもうほんまに分かんなかった。僕は考えても全然分かんない、うん。なるほどね。ぜひちょっとなんかこれじゃないとかっていうのがあれば。本当だわ。ちょっと教えていただきたいなと思います。はい。あと質問があってね。はいはい。あの、小島さん言うじゃないですか、アンジャッシュの。ああ。小島さんが自分のチャンネルで、なんかね、うん、綺麗なね、ものすごい美人の霊能者と話してて結構当てられてるみたいな動画があったんですよ。へえ。もしかしたらその人ですかっていう質問があったんで、その人じゃなかったです、見たんですけど。あ、その人も若くて美人な感じなんだ。うん、ジャル。面白いじゃん、もうその時点で。ジャル、なんか、ホステス系だった、ものすごい美人の人で。そら。多いの、そういう人。僕が見てもらったのは、あの、可愛い感じの綺麗な人だった。うん、ちょっと全然人が、ってだけそうそう、人が全然違いましたし。その人ではない。あとお金かかるんですかって言ってましたけど、うん、なんか5000円でしたね、一律。へぇー。うん。まあ、じゃあ、ね、そうそう。で、彼女自身も悩んでた。うん。あの、どうしてこんな力がついてるのかみたいな、うん、悩んでていろいろちょっと
まあ、自分も知りたいってことですね。そう、城を調べたり考えたりしてるって言ってましたね。なるほど。はい。まあ、そんなちょっと変わった、霊能者のお話でした。はい、ということで、我々サブチャンネルやっておりまして、そちらとしみなティチャンネル、こちら音声でやっておりますので、ぜひ、そちらも登録お願いします。はい、僕らですね、1億人突破目指しております。ですから、教えられないんですよ。誰だとか、まあ、どうだとか。本当にね、来るんすよ、メールが。来ます、来ます。もうね。本当にダメなんですよ。でも僕は教えてもらった側だから、うん、教えられないんですよね、うん。しかも連絡先も知らないんですよ。うん、そう、うん。ダメよ、自分だけは教えてもらえるって思うことは。そう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 、ダメ、本当に。僕だって教えてほしいんだから、うん、俺も連絡取れてないんだからだもうそうそう言えば教えてもらえるそうなんですよ。ただ1億人突破したら、うん、ほんま教えますわまあ調べてでもね調べてでもどれだけ金かかってでもそうそう1億人突破したら絶対教えるんで最悪その出てもらえばいいからね、はい、あそうですねその人にね、うん、で金払えばいいんだからめちゃくちゃとんでもない額払えばいいでしょう最低なしてるわ金で動かないかもしれないけど確かに、まあ、そんな感じです、はい、そうです。ありがとうございました。